SNS などでつながり犯行を行う特流とみられるグループがおととい摘発された恐喝未遂事件で同警は旭川の暴力団事務所を家宅捜索しました午前10時半旭川の暴力団極道会の事務所に同警が家宅捜索に入りました自称暴力団組員の荻原風紀容疑者ら男女7人は 3月、旭川の男性会社員と社長に未成年を連れ回したと因縁をつけ、10万円を脅し取ろうとした強括未遂の疑いが持たれています。同系は、荻原容疑者が所属していた暴力団事務所を捜索し、裏付け捜査を進めています。7人は SNS などでつながる匿名流動型の犯罪グループ特流とみられ、 道内での摘発は初めてです。